おお、旦那、旦那、孫の名称だよ。失礼なこと言うなよ、ね、黒百合の花が咲いたみたい。あ、ただどういう意味？あ、トロのいいとこ食べますか？水くせよ、今さら客扱いなんて。水くせよ、水くせよ。旦那、だけど彼女に店手伝ってもらったら客が入るようになりますね。よっ、ねえ、ねえ。聞いてんじゃないですか。新聞なんかどうだっていいじゃないですか、ボケてまって。旦那、いつするんですか？はっきりしてると思うから困っちゃうんだよね。俺たち住み込みは朝晩どんなもん食わされるか、ないの上。それに、えれえ物入りなんだよな。物入り？うん。あれにさ、俺はおやおや水着にしようと思うんだ。新婚旅行はどうせ、ほら、ペルルート。ペルルートでしょ。そうでしょ。ちゃんと顔色変えたの。